互換カナダドルとはオートデスク社が開発、販売する二次元カナダドルのオートキャドと互換性の高いカナダドルソフトウェアを総称した呼び名である。初期の互換カナダドルとしては、1998年にビジオ社が販売したインテリクード98が有名。その後、ビジオ社がマイクロソフトに買収されることにより、インテリクードがオープンソースとなる。 そのオープンソースを管理する団体の会員になった企業がインテリクードのプログラムをベースにした五感カナダドルの製品を開発し、それが世界各国で販売されるようになる。日本ではインテリジャパンが2001年に愛知インテリクードとして国産初の五感カナダドルを発売。その後、コストエレクトロニクスがコスモインテリクードをサイバーデザインラボがクセリクードというブランドで 互換カナダドルを販売した。オートキャドの互換カナダドルはインテリクードをベースにしたものが主流となってきたが、インテリクードベースとは異なる製品として、ドイツのアリーズがある。これは、インテリクードのプログラムを利用しないで開発された製品である。ただ、オートキャドのデータにアクセスするツールは、共にオープンデザインアライアンスが提供するテイヤを採用している。このテイヤは、 オート c a d のデータを読み書きすることができるツールで DWG, DXF ファイルにアクセスしたい。オート c a d 以外のほとんどのカナダドルに採用されている。以前はオート c a d のデータを読み書きできるだけで互換カナダドルという言い方をされたこともあったが、現在はデータの読み書きだけでなくコマンドや操作性の互換性も高くないと互換カナダドルとは呼ばれなくなっている。 2010年代になると海外製の有力な五感カナダドルが日本市場に参入するようになり五感カナダドルという製品の市場での認知度も高まる。特に2017年になるオートデスク社がオートキャドの永久ライセンス販売を終了したことで一気に注目度が高まった。2019年現在日本ではインテリジャパンの IC ラーディアレスカド、ブライシエスカディツーカディ ドラフトサイトなどが入手できる。ありがとうございます。